権田元村小森地蔵尊由来。小森地蔵尊は今を去る270年前、上州権田の村佐七太郎兵衛発起人となり、火災防盗難除け小森地蔵尊として、享保4年1719年4月17日阿多下平の高地を正し、感情を安置して深く木へ進行し、霊剣やや新たかに金剛の善男善女の参詣信心する者また多し、地蔵尊は常に権田をはじめ金剛金在の安泰守護ことに、臨山子供の自由にご守護垂れられ、一度信仰戦果安山にて赤子は無識最悪を逃れ健全に成人すという。伝説によれば王爵権田某静岡より火災起こり、多量の酒が川のごとく蔵より流出せしも、点火せず類焼なく鎮火せり、これ地蔵尊信仰の賜物なりと参詣せしどころ、地蔵尊は全身汗みどろなりしという。また後年権田の人某伊勢三宮の都寺茶屋にて来たり合わせし、一老人曰く、権田に死多七郎兵衛なる長者あり、我ら若き頃強盗を組み道家を襲いしところ、守りの人越え賑やかにて目的を達することを得ざりきという。これ地蔵尊の妙霊なる霊剣ならん、かかる由緒の地蔵尊も時代の変遷により105年前某地に移転せられしが、昭和5年ある人の夢枕に立ち、権田の地に再び帰りた人の言葉に端を発し、探索の結果、高崎市九蔵町藤崎市邸にいますことが判明。同市のご理解により、昭和5年3月22日この地に再度奉迎再建し、以前のごとく広く近所近郷の諸人を守護し、特に子守の霊剣に、より新たかなる慈悲を垂れ賜わんことを祈る。願わくは参詣の善男善女、子守地蔵尊の霊妙なる御徳を被り、共存共栄せられんことを。縁日霊大祭、毎年4月17日。このような由来があったんですね。一旦は高崎市の九蔵町の方まで行ったんですけど、昭和5年にまたこの地に戻ってきたんですね。これはなかなかすごいというか、面白いですね。ここはね、少し高くなっています。すぐ下がね、第六公民館です。先ほど読んだ説明版はそこにあります。延命殿だって。そしてこちらですね。はい。小森地蔵尊。右手に錫杖、左手宝珠。典型的なお地蔵様ですけど。はい、このようなお地蔵様がいらっしゃいました。はい、第6の公民館を出ました。何かありましたよ。はい、こちらはね、高崎市指定史跡東高上州権田住正重屋敷跡、昭和57年4月1日指定。東高権田住正重は戦国時代の頃から代々この地に住み、刀や槍をはじめ矢の根などを作っていた。永禄年間吾妻郡岩櫃城の武将斎藤典弘は上杉謙信に助力を得るため、権田梶正重の作った矢の根1000本を差し出した。また武田軍が西上州に侵入してきた時、大戸城主浦野麻楽斎は弟の田島守重勝を通じて
権田の刀工正成が鍛えた矢の根200本を武田方に献上した。これらのことは、家宅記や裏の文書に記されている。近世では正成、兼重の2代が有名である。この正成は、吾妻郡、伊佐間の有川家の人で、なお、神保、吉右衛門といい、刀工、権田、伝左衛門に弟子入りして、享保20年、1735年に伝左衛門から系譜を譲られ、41歳の時から、上州、権田積、正成と称するようになった。面白いですね。権田積、正成。もう本当は有川家の人で、神保吉右衛門なんですけどね。まあ、系譜を譲られちゃったんですね。なるほど。矢の根っていうのは、まあ、刀鍛冶の人が作るんだから、矢の根なんですよね、きっとね。すごいですね。刀とか槍とか、まあ、矢の根。まあ、そういったものをね、まあ、作らせたら、まあ、上手に作ったんですね。はい。あ、これね、どういった場所かというとですね、もう今は、その、そうですね、こういった感じの場所ですけど、まあお店がね、できていたりとか、こういった場所です。市の史跡、高校、上司、権田積、正成屋敷跡でした。ご視聴ありがとうございました。